こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。長野駅から信濃鉄道線で戸倉駅までやってきました。長野鉄道旅は今回の動画で7話目となりますが、北陸新幹線や長野電鉄、宿泊先からのトレインビューが気になる方はこれまでの動画も合わせてご覧いただければ嬉しいです。戸倉駅で下車した理由は車両基地であることと、115系 S8 編成信濃鉄道の観光列車六門を見るためです。駅の外に出てみましたが、車両を見られそうなポイントが見つかりませんでした。ただ、駅隣の駐車場を管理されている方にお話を伺ったところ、車が少なかったので、少しだけ敷地内での撮影をさせていただくことができました。3番線お待たせいたしました。各駅停車上田駅到着です。3番線に上田駅短い両編成到着です。足元緑色の乗車口案内のままでお待ちください。危ないですから。まもなく列車が参ります。危ないですから白線の内側にお下がりください。それでは軽井沢駅へ向けて再び乗車です。車窓風景は早送りをしている部分が多いので、目が疲れたり酔ったりされないようお気をつけください。Thank you.
北陸新幹線及び上田電鉄の駅でもある上田駅で、この先へ進む列車を待ちます。1番線お待たせいたしました。1番線には大谷田中方面普通列車小諸行到着です。1番線小諸行が入ります。
ください。長野鉄道旅もそろそろ終盤です。今回の動画は小諸駅までとなりますが、次回もお付き合いいただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。